こんにちは、れんちゃんです。いつもご視聴、コメント、高評価、本当にありがとうございます。はい、ということで、今回はこちら。スーパーサイヤ人ゴテンクス&ゴースト使っていきたいと思います。はい。で、一応虹なので、性能がこんな感じですね。でリーダースキルがフュージョンカテゴリーの気力3、HP アタックディフェンス 50% アップ。必殺技が一旦アタックとディフェンス上昇して気絶ですね。でパッシブが属性気玉のうちランダムで一種類を虹気玉に変化させる。で取得虹気玉1個につき HP が7777回復。自身のアタックとディフェンス 30% アップ&お菓子で回復という感じのキャラですね。潜在能力は、気絶を抽選するために連続攻撃全振りと残り回避にしました。まあ、こんな感じのキャラでいきたいと思います。で今回は混血サイヤ人で使っていきます。で相手地属性苦手なのでフリーザでいいでしょう。はい、ではこれでいきたいと思います。さあやっていきましょう。まあ、この動画はですね、天下一武道会のね、息抜き動画としてね、ぜひぜひ見ていただきたいと思います。で、とりあえずやっていきましょうか。最初まだ出てこないですね。まず126万。味方のアタックを上げてくれたんだかな。116万。さあ、出てきませんね。75万。で、180万。2連撃。さあ、出てきました。どうしようかな。こうして。じゃあ、ここを取りましょうか。虹気玉4つですね。ディフェンスはちょっと見れませんが。さあ、どのぐらい出るんでしょうか。お、100万。2連撃。93万。いいですね。よし。ここ取って、ここ取って、こうですね。
3回目連撃。さあ、スーパーサイヤ人になりましたね。オッケー。さあ、ようやくやりたいところまでね、来ました。ただ、二色玉が取れません。どうしましょうかね。限界2個ですね。まあいいでしょう。2個だとディフェンスが3万7000。で、73万。まあ、2個でも結構、火力は出るんですね。もう一回やりたいですね。リンクぶった切って、あー、でもできなさそうだな。どうしよう。無理ですね。とりあえずいかがだったでしょうか。まあ、こんな感じですね。二色玉5個一回取ってみたいんですけど、なかなか取れそうにないです。4個はだいたい100万ぐらい出てましたね。ディフェンスで見ると確か一回やったことあるんで7万ぐらいは出てたんじゃないかなと思います。いや、でもやっぱ強くなりましたね、このキャラ。他にも、少年少女カテゴリーで、まあ、この5点と一緒に入れて、あとは、あられちゃん悟空で、それの1個前のやつとか入れて、二色玉ガーっていっぱい作ったやつを、ちょっと、また今度やってみようかなと思います。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。ここまで見ていただき、ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。概要欄の方に Twitter のリンク貼ってありますので、フォローぜひぜひよろしくお願いします。ということで、今回はここまでです。ではでは、またねー。